おはようございます。一之瀬はじめです。今日は曇ってるね。若干西の方行くと空が見えるね。それでは今日も一日頑張ります。はい、今日も母ちゃんがちゃんとお茶作っててくれますね、出来たてで、まあ熱々まではいかないけど、そうそう、程よく出て、ちょっとあったかいぐらい、そうそうそう、ちょうどいい、寒い日にはちょうどいい。そうそうそう。 Google、 今日の天気は、今日の名古屋は予想最高気温8度、最低気温0度で晴れ時々曇りでしょう。現在気温2度、晴れです。今日0度は寒いな。岸壁の方行かなきゃいけないな。かわいそう、いや、かわいそう。はい、今日で何日目これ。3日目 ?4 日目ちょっと分かんなくなってきた。寝かしたポークシチューいただきます。寝かせるの好きなので、もう寝かせると言ったらあなたよ。はい、9時回ってお客さんのところでね、今日会議があるので、名古屋の皆さんがイメージする名古屋港じゃなくて、仕事ね、海上コンテナとかそういったね、船が入ってくる方の南ね、名古屋ではなくて弥富市、飛島村になるのかな、浜郡の、愛知県でもね、西寄りのエリアになるんですけど、そっちの方に今向かっております。しかし今日は寒いね。今ね、外気温車で見ると5度になってますね。日が差してこないのがね、寒い一因でもあるし、今こう左側のね、パタパタなってる旗見ると風もそこそこ強いんですよね。でね、このままね、港の方に行くともっと寒くなると思うんですよね。ということで今日はね、いつもの会社の作業服の下にね、ユニクロのウルトラライトダウンを仕込んできました。ほんと車の中でも寒いわ。みんなよくこんなクソ寒い中で車の中で車中泊したりするよね。一応道具もね、車中泊しようとは思ってるので、準備して、かなりもう今からでもね、なんだったらできるかなぐらいの感じで、揃ってるんですけど、エンジン切って車の中でいろいろ作業してて、あれみんなよく寒くないね。もう寒いのは寒いんだろうけど、よく耐えられるな。雪降ってる中でやって、てるもんね。暖房ってみんなその何、銀マットとかで外からの窓の断熱とかはね、やられてるとは思うんですけど、あと床ね、床と窓の断熱はやってると思うんですけど、結局車ってね、すぐ鉄板なんで、そっからの冷えは当然来るし、その鉄板と内装の内張りの間には、断熱材みたいなものは入ってないはずなので、多少はね、その薄いの入ってるんだろうけど、いい車ならあまりそういうの入れてくるとね、車が重たくなって燃費とかにも影響するんで、そんなに角には入ってないはずなんですよ。なんでエンジンかけてそのエアコンの暖房の方つけている分にはいいんでしょうけど、このね、これだけ、まあ、名古屋なんで、この何って名前っていうぐらいのね、寒冷地の方からすればそんな寒さなんですけど、よくみんなあれで耐えられるな。でもね、最近の人気 YouTuber さんでね、車中泊されてる方だと、メーカーさんからね、提供されたなんていうの、ダウンの中に熱線が入ってて、ポータブルバッテリーね、モバイルバッテリーで電源入れてね、回路的な役割をする、衣類をね、提供されてきてる方も結構いますけど、あれなしでそのやられてる方はね、本当よく耐えられるな。本当に軽なんか鉄板薄いしね、鉄板どころか窓と内張りの間も薄いんで、
直で冷えてきそうな気がするんだけどな。特に 見るところ本当に銀マットぐらいしか断熱してないもんね。でその上に寝るときはね、あのホットカーペット、電気カーペットをあのでっかい大容量のモバイルバッテリーにつないでとか言って寒さ対策はしてるんでしょうけど、それ以外のところ普段の生活するシーンみたいなところ、ご飯食べるとか、あそこで火使ってるからあったかくなってんのか、火を使う、ね、バーナー系で料理する方はまだいいのかもしれないですけど、ワールドクッカーとかね、ああいうの電気関係から熱を生み出す調理器具だとそこまでね、あったかくなるのかな、あれが気になってね。あとはもう厚着するしかないぐらいの感じなのかな。そこであのワークマンのイージスブランドが生きてくるのかな。不思議だ。ちょっとやってみるにも勇気がいるね。この時期今インフルエンザめっちゃ流行ってるからね、そこで体力落ちて他の人からウイルスもらってインフルエンザもらってまた会社休むのも嫌だしね。悩み中です。あとね、どの車でやるかもね、ちょっとまだね決めてないんだよね。というわけで一旦ここで、朝のドライブ語りは終わりたいと思います。はい、午前中の会議終わりました。今日のランチは町田商店。はい、まずはチャーハンいただきます。はい、今日もベースの醤油ラーメンで全部濃いめ。はい、とりあえず追加のチャーシューいただきました。はい、山岡屋さん美味しかったね。先輩にちょっとおごってもらっちゃいました。それではね、会社戻って午後からもお仕事頑張りたいと思います。すごい近くにできたからいいね。これもうまっすぐ行ったらイオンの茶屋なんで、山岡屋さんね、今まではねちょっと離れたところに行ってたんですけど、ちょうどいい位置にできました。はい、皆さんこんばんは、一ノ瀬はじめです。今日はね、夕食取りそびれてしまいました。というかね、取るの失敗してました。なんとね、 SD カード、昼間の分を PC に取り込んどいて入れるの忘れててね、全然取れてなかった。尺が持つかどうかすごく心配な一ノ瀬はじめです。とりあえずね、今日はこの DJI Osmoの話をちょっとしたいと思います。僕が見させてもらってる YouTube つながりでね、まあ YouTube つながりというか、ドリキンさんつながりかな。で、知り合った小泉さんっていう方がお見えになるんですけど、その方もね、YouTube やってまして、その方の YouTube で先日ね、紹介されていたこの DJI Osmo Mobile じゃない、Osmo Pocket の、パーツのアクセサリーかな、アクセサリーの紹介ですね。今ね、このここにはね、このホイールのアクセサリーがついてるんですけどね、これはねちょっとすごく便利なもので、今までね僕がこれ取ってきたのはね、ここのねボタンを押すとね、フォローモードだったりだとか、固定モードで FPV で切り替えできるんですけど、この中でねフォローモード、フォローはねずっとこれついてきちゃうので、あんまり使い勝手良くないんですけど、この固定モードね、今固定になってるんですけど、固定モードだとこうセンターに中心に固定するとね、ファン方向はついてくるのかな、こうやってずーっと行くと、固定方向だとこうファン方向はついてきちゃう。でこの時にここをね右側にカチッと押して、この上下のね、チルト方向にしておくと、こう、2のね、上下動ができるんですね。で、あとパンはこう自分で動けばいいっていう。これはね、
もう一人 YouTube やってる岡ちゃんさんという方が、教えてくれたんですけど、この使い方が神ですね。すごくいい。で、今日はこれを紹介したいわけじゃなくて、一度これを外しますね。これを外して、ここにね、つけれる、多分ね、最小のアクセサリー。それがね、こちらになりますね。めっちゃ小さいでしょ。これがね、数百円、めっちゃ安かった。小泉さんからね、教えていただいて、これはね、すごいと思いましたね。入ってるのは、この本体ね。この本体部分。めっちゃ、これ完全に 3D プリンターで作ったんじゃねえかっていう形してますけど、まあ、この本体と、あとはね、このワッシャーが2つ入ってます。このワッシャー、どこにつけるのかな？ちょっとよくわかんないけど。で、このね、方向としては、この向きで。この向きね。これでカチャンとはめるだけ。ちょっとね、小泉さんからの説明の中では、ガタがあるって言ってましたね。この向きで間違いないと思うんだけど、反対も試してみようかな。あ、反対にもつくぞ。けどこっちはロックかかんないんで、多分こっちかな。こう、この感じ。で、やっぱりね、ちょっと、小泉さんが言ってた通り、ガタがあります。残念ながらね。もうちょっと精巧に作ってくれるとありがたいんですけど、小泉さんはね、これ、もうちょっと押し込めないのかな。うん、ちょっと無理だな。反対側にしても、ここで、ぐっと押しても入らない。うん、どっちにしてもダメだな。で、小泉さんはね、このガタを解消するために、ティッシュをはめてましたね。ただ、ティッシュだとね、若干格好悪いんで、どうしたもんかなと思ってるんですけど、まあ、とりあえずね、これ、何がいいかというと、僕が常々言ってた通り、こっち側。普通のね、TJ さんにもらったやつもそうなんですけど、だいたい市販のやつはね、こういう形ではめて、後ろ側、背面側にこのマウントっていうの、GoPro マウントが来るんですよ。そうじゃなくて、自分の方、向いてる方っていうかな、この液晶モニター側にこのマウント部分が来るので、POV マウントした時に自分でね、この画面を見ながら、この向きですよ。この方向が取れて、ここを見ながらね、前に進んでいけるので、僕みたいにね、自撮りをしないタイプの方とかね、POV マウントっていうのは基本的にバックパックのベルトにすると思うんですね。その時に、肩ベルトのところにカチッとやって、この進行方向、自撮りモードにしなくてもマウントしていけるっていうのがね、とても素晴らしい。そして、なおかつ GoPro マウントなんで、こういうね、GoPro の純正の部品、これちょっと危ないな。GoPro 純正部品をつけて、こういう形でね。やっぱちょっとスカスカなんだな。このスカスカ具合を解消するために、ワッシャーが入ってるのかな。で、まあそれはとりあえず置いといて、ガタがあるんで、若干つけづらい。で、こういう感じでつけて、あ、本当にスッカスカだこれ。ワッシャーかまさないと、ちょっと固定できないな。まあ、後で固定はするとして、この段階でもう、これだけでね、例えばシーカーだったりだとかにね、固定して、カチャッと固定して、このまま進んでね、歩きながら撮影したりすることができるんですよ。で、なおかつ、これね、なんか撮りたいなと思って、手で持って撮りたいなと思った時は、スッと抜ければね、このまま、オズモポケットで撮影できるので、これすごくいいね。一個ね、これで固定したものをね、作っておくとね、かなり便利。ちょっと、しっかり固定してみます。はい。しっかり固定することができました。これね、ワッシャーはとりあえず一個余りましたね。一個だけここの、こっち側に入ってます。で、まあ、ほぼほぼ動かないぐらいの感じで、ギュッと固定できました。これでね、こうか。こっち向きで、カチャッと、いう感じで、撮ることが
できます。これね、もうシーカー専用ぐらいの感じですね。とりあえずね、これにつけたままにしておけば全くね、なくす心配もなくなるので、まあ、このままずっと保存する感じになります。安いしね、本当にこれいいと思いますよ。ちょっとガタが、これね、こうちょっと振っただけでコン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 っていうぐらいガタがであるのがちょっと心配ですけど、人にバーンでぶつかった時とかすぐ飛んでっちゃう感じもしますね。ここの固定部分よりはこっちのね、ここの精度がちょっと低いかなという感じですね。小泉さんが言う通り、ティッシュ入れといた方がいいのかな。ティッシュ常に持ち歩かないといけないかな。まあそんな感じでね、便利なのはとても便利だと思います。とりあえずこれでね、最初の Vlog カメラの完成に近いかな。でね、ここがね、もう殺されてるので、電極が。こっち側のね、下から USB-C で、反対側をね、スマホに合わせて USB-C なのかライトニングかで出しちゃえばね、スマホで操作することも可能です。こいつがないのでね、細かい操作をスマホの方がやりやすい時もあります。というわけで今日は、オズモポケットの小泉さんから教えてもらった最小マウントアクセサリーの紹介でした。それではまた次の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ。